そう、この配信は15分短い。うん、近くにした遠かった。さっきはね踊ってた。30分ぐらいぼーっとしてて、ずっと座ってここにそのままぼーっとしてて、携帯触ってぼーっとしてて、何すなんか普通に携帯触ってぼーっとしてて、で踊ってた。その後ガチッチをこれで覚えてたんです。これにね求めてあって、リセット怖いの覚えてた。そうまだね、まだ覚えてない曲もいっぱいある。やばいやばい、見えちゃう。あと何曲、1、2、3、4、5、6、あと6曲、半分だね半分は。あと6曲ぐらい覚えたら全部覚えたかな。立ち位置覚えた、振りは覚えてるはず。ちょっと前に起こしたからあれだけど、あと6曲覚えなきゃ。今日はさっきは昨日覚えたの、昨日一昨日とかで覚えたやつをもう一回やってて、であともうちょい、今日はあと2曲ぐらい覚えたいな。あと1、あと2曲ぐらい覚えたい。ずつ覚えて3日で終わらせたいあと3日で終わらせたあと2曲、今日はあと2曲覚える。うん、そう。何分なんて、40分か。ランキング。時間かかった。あ、明日のスケジュールですか。いや、まだわかんない。多分ね、最初このここのぐらいの時間なのってわかんないと思う。ちょっとわかんないと思う。わかんない。そうだね。この、うん、このぐらいの時間、23時とか枠で決めれるかな、次の日の時間と思ってるかな。夜最後の配信でちょっと明日のスケジュール決めようかな。そう、絶対に変えないといけないから。そう、どうするかだよね。それをこの時間をなくして朝に2枠どうにかして持ってくるか、時間なさそうだけど、朝時間なさそうなんだよね。でも夕方か
な、入れると言ったらかな、夕方だね多分。朝は時間なさそう。なんか朝、なんかお昼ぐらいからだったら大丈夫なんだけどさ、家出るのが、出るのがお昼、朝なんだよな朝に多分出ないといけないから、ちょっと厳しいかもね朝不登校。遅ければ遅い時間にだったら大丈夫なんだけど、出る時間がちょっと遅めだったら、昼ちょい前ぐらいとかだったら2枠ぐらいいけるんだけど、朝なんだよな。だからそうだね、多分夕方かな、入れるとしたら。見れる人少なくなっちゃいそうだけど、そうだね。それかここら辺のやつを、あ、30分30分にしてもありだね。これ30分の枠じゃん、これ15分15分じゃん。ここを増やす、15分、18時半から19時までとか、21時半から22時まで、それもありだけど。それもありかも。まあまた後で考えよう。今思ったね、それもありかなと思ったけど、そうするか、なんかちょっとずつ時間をずらすか、全部の時間を、それかこの配信の前にもう一枠いけそうだったらね、いけそうだったら入れるか、わかんないんだよねまだ。また考えよう、明日のスケジュールが分かってからまだ分かってないから、ちゃんと何時に家出るっていうのが分かってないから、ちょっとそれが分かってから考えますね。確かにね、15分の枠を30分にするのもありだねとは思った、今思った全然考えてなかったけど、そういえばここ15分だわと思って、終わりだけどね。また後で、今日の最終枠ぐらいかなで決めれると思う。うん、ヨナちゃんにお支援します。本当ですか本当ですか、私にお支援してすぐお支援しちゃダメですからねダメですから、言ったからね言ったから。まだ考える時間あるもん。そう、まだね時間あるから、そうね、多分ここに最終枠には、最終枠の時には分かってると思う。もう40分、ありがとう。40分か。じゃあ13位からランキング見ます。13位、アラカトルさんありがとうございます。12位、ミワさんありがとうございます。11位、ごめん先生さんありがとうございます。ん？あ、合ってた。10位、風と海とさんありがとうございます。9位メロさんありがとうございます。8位ラクラクさんありがとうございます。7位トシベビースターマンさんありがとうございます。6位クロケイさんありがとうございます。5位 WY アットマーク影の守護神さんありがとうございます。4位間違えました、4位筋肉愛好家さんありがとうございます。で3位がジョークスノさんありがとうございます。
2位グレアムミンさん、ありがとうございます。そして1位がユーマかっこ熊本さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。次の配信は20時からです。次の配信はですね、コラボ配信です。メンバーはですね、奥原ひな子ちゃんとコラボ配信をします。ぜひ見に来てください。ひな子ちゃんと奥原ひな子ちゃんとします。ぜひ見に来てください。30分の配信だから相当短いと思うけど30分の配信ではという間なんでしょうけど、ぜひ見に来てください。ですね、ひなこと次の20時からですね、1時間15分からです。ぜひ見に来てください。ひなこいつなら短い、え、だよね、絶対短い楽しみだな。明日のスケジュール、明日の配信スケジュールですか。明日の配信スケジュールはちょっと変わります。ちょっと変わるんですけど、まだちょっと明日の私のスケジュールがちょっとまだよく分かってないので、明日の朝何時に出なきゃいけないとかが分かってないので変わるんですけど、ちょっとまだ分かんないので、夜の一番最後の配信でまでに決めれたらなと思ってます。明日の配信スケジュールできるだけね早めに決めれるようにしたいんですけど、ちょっと分かり次第決めますね。明日はなのでちょっと違う感じです。今日とは夜ここら辺はね一緒、17時からとかは多分17時ぐらいからはバーってこんな感じでいっぱいあると思うんだけど、ちょっと分かってないのでまた後で決めます。フォロワー室のやり方覚えてる、覚えてるよ、分かるよそんな忘れないよ、分かる分かる。うん、次の配信はコラボ配信、ひなことコラボ配信、なかなか埋まらないね、7位との差が。皆さんありがとうございます、協力してくれてありがとう。もし投げカウントギフト投げてくださったりありがとうございます。ひなこができる、あ、ひなこ側が忘れてる、確かにその可能性あるな十分にありえるいや覚えてると、多分覚えてるでしょ、でもさすがに忘れないでしょ。あ、もうちょっとだわ。じゃ次の配信は20時からです。奥原ひなこちゃんとのコラボ配信です。またぜひ見に来てください。じゃあ次の配信で、もうちょっと、またね、ありがとうございました、バイバーイまたね。